6月13日月曜日、盛岡競馬場でスーパージョッキーズトライアル2016第1ステージが行われました。全国のトップジョッキー14名が出場、上位12名が第2ステージに進出します。かぶるんだっけ、バカやろ、かぶってる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 。的場文雄騎手がファンに愛される理由がよくわかりますね。このような和やかな雰囲気も出場騎手紹介セレモニーの頃からガラリと変わります。北海道代表五十嵐冬樹騎手です。地元岩手代表山本俊哉騎手、船橋代表森海斗騎手です。大井代表真島大輔騎手です。同じ大井代表的場文雄騎手です。大井代表の矢野隆之騎手です。金沢代表舘博久騎手です。門松代表吉井智彦騎手です。愛知代表丸野和人騎手です。兵庫代表川原翔一騎手です。高知代表長森太一騎手です。佐賀代表山口勲騎手です。岩手代表の山本正俊騎手です。高知赤岡修二騎手です。やっぱ今は地元が東海なんで、ね、東海で丸野さんと二人で帰れればと思ってます。馬場はさっき歩いてみたんで、まあデビューも岩手なんでその経験を生かしたいと思います。前回と一緒でちょっと天気悪いんですけど、今日は通過できるように頑張ります。印見てもオイニに乗ってた馬ばっかなんで、で、まあ、チャンスありそうな馬なんで、まあ、落ち着いて競馬ができればなんとか堅実には回ってきてくれる子たちらしいんで、どうにかそれで僕が邪魔しないように頑張れば結果ついてくると思うんで頑張りたいと思います。人気の馬も久々に当たったので頑張りたいと思います。頑張ってください、はい、まずここの予選を突破することだね。まあ第2ステージ行きたいですね。抽選にね、左右される部分ももちろん結構大きいんだけど、ちょっと当たった馬たちもね、一癖あるみたいで、ちょっと一工夫必要な感じだと思うんで、まあ、腕の見せ所かなとは思ってます。頑張ります。ケツにならないように頑張ります。修二さんよりは前に来れるように頑張ります。はい、3回目史上最多3度目、まだ2回行った人もいないですからね、僕には。できるかな。こう語る赤岡修二騎手からファンの皆様にご報告があります。結婚&子供が生まれました。報告遅れました。赤岡騎手おめでとうございます。この年でこんなレースに出れるなんて、ね、頑張りますよ。これでいいんだよね、番号のやつ。よし、頑張ります。第1戦シルバーサドル賞はダート 1600m で行われます。一番人気は地元岩手の山本俊哉騎手、二番人気は大井の的場文雄騎手、三番人気は高知の赤岡修二騎手でした。さあ体制完了、スタートしました。綺麗なスタートを切りました。スーパージョッキーズトライアル2016シルバーサドル賞です。さあまず先行争いですが、どの馬が行きますか。外からモズ風神が出ていきました。モズ風神山本俊哉が行きます。その外目からはキトラと川原翔一、内々を進んでおりますのは
青い帽子です。アクイラとそして吉井智彦がつけています。その後ろ10番はサンマルウィーク山本雅俊で向こう正面に出てまいります。外目につけているのが1頭います。さあモズ風神先頭です。2番手キトラ、3番手のポジションにマイネルガネーシャ矢野貴之、内を進んで5番のサダルスード、あるいは間を進んでサンマルウィーク 1000m を通過。その後ろですがコスモリオとマールのカスト、スーッと前の方にイルポスティーノ上がっていきました。真島大輔、さらには赤い帽子3番のレイキッシュボーイ的場文雄です。内を進んで1番マンモプリンス赤岡修司、800の標識を通過。真ん中のポジションにサダルスード森田井と、内から2番のアーノルド剛と五十嵐冬樹です。第3コーナー入ります。その外目からワールドブルー山口勲600の標識を迎えます。4番のキッズアベリア中森太一、最後方遅れまして7番プラネットマジック安城は舘ひろしさ、3、4コーナー中間地点モズ風神先頭リード1馬身安城山本俊也、キトラ2番手川原翔一、外から上がって400の標識を通過。マイネルガネーシャイルポスティーノ2頭並んでいる。4コーナーから直線構成、ここも馬場の中央を通ってきた。馬場の中央を通ってモズ風神先頭リード2馬身から3馬身山本俊也です。独走に入ります。200を通過、2番手ですが懸命に外から上がっているポスティーノ真島大輔、イルポスティーノ真島大輔、今2番手3番手にキトラと川原翔一、内をついて10番サンマルウィーク山本雅俊、先頭は13番のモズ夫人ゴーリン山本俊也。ジュルバーサドル賞、1着は人気に応えた岩手の山本俊也騎手、2着は5番人気大井の真島大輔騎手、3着は6番人気こちらも地元岩手の山本雅俊騎手でした。いやもう上がりの競馬だからついていくしかねえなって。あれ何着だ、トシャの F にじゃんか。何着だ、お、3、あ、いいじゃん。そうじゃない、作戦通り。そうですね、外枠だったんで前に、前目に番手でも言うかなと思ったんですけど早かったんで、行っちゃいました。ずーっと馬込みダメだったからもうちょっと行かせてもらって。全く踏まないかもね。もうどっかで出せればと思ってちょうどこうなってたから。逆に最初に過せなかったからよかったんですか。え、あもう最初もうじーっとした。あんまり叩いたりするとやめるか、ついてくように急がしちゃうと被る展開になった時は、そう持っててもお前から、そうですよね、なんか嫌がって、やっぱダメだと思ったからもうすぐ切り替えて。でもなんか惰性でこう走らせてればとりあえず4着なんとかこれだけ。上場じゃないですか。え、上場じゃないですか。まあ、次の馬が問題だね。あ、そうか、次の馬が問題だ。何着でしたもんね。8着、9着ぐらいやろ。厳しい展開になってきました。1はいいんでしょうけど、僕が下手だったんでしょう。乗りこなせなかった。ダメです。まだまだ甘いんです。頑張ります、次。いやいや。まあいつも後ろの方からの競馬っていうことで、まあ、最初からそういう話も聞いてたんでゆっくり行こうと思ってたんですけど、思いのほかペースも遅かったんで、あ、これはやばいなと思って。入着欲しかったわ。同じく入着欲しかった。入着欲しかった。今ので入着しないときついからね。きついね、この後の展開が。 D でやっぱ入着しないと、せめて5とか、うん、6でもいいんやけど。そうそうそう、うん、そのぐらい来てないと思う。やっぱ外なんすかね。うちどうにかつくのかなと思ったけど、進んでからもう手応えないわけじゃないんですけど、やっぱ今日のババの特徴なんすかね。レースが遅かったんでもう前残りだなと思ったんで、あ、もうついていくしかないなと思って、トシャの後ろでもう置いていかれないようになるだけと思って、はい、よかったです。第一戦を終えてのポイントはご覧の通り。2桁着順は2桁人気の騎乗馬が占め、おおむね人気通りの結果といえます。第二戦シルバーブライドル賞は芝 1700m で行われます。1番人気は北海道の五十嵐冬樹騎手、2番人気は佐賀の山口勲騎手、3番人気は笠松の吉井智彦騎手でした。
タートしました。綺麗なスタートを切りました。10レースシルバーブライドル賞です。先行争いはリンガスプライム行きました。すぐうちにエンシンアルファがおりまして、さらには赤い帽子2頭超ハッピーシャイニーパンサーが行きます。マディナ・エトワール中段にかけまして、7番のドリームカトラス、外からはマイネロ天空行きました。そして9番のイグゼクティブです。それからデサフィナード、マジカルカラーズ、後ろにかけましてはキャンディット、そしてトップチェッカー、しんがりからはビッグアイソン、先頭からしんがりは12、3馬身で1200を通過、先手を取ったリンガスプライム、川原翔一リード3馬身、2番で超ハッピー、モジダイト、3番手4番のシャイニーパンサーと山本正俊です。2馬身後ろ2番、マリノエトワール、矢野孝之、外並んでおります。ハーモニーフェアと、そして山口勲1000メーター通過向こう上面、エイシンアルファと舘ひろしさ、その間を進んでおります。うち並んでおりますのがマイネル天空と五十嵐冬樹、7番のドリームカトラス、長森太一、2馬身後ろ9番吉井智彦、安城イグゼクティブ、800を切りました。マジカルカラーズ、的場文雄、うち並んでおります山本俊也とデサフィナード、さらにうちからスルスルと6番キャンディット、真島大輔、2馬身後ろ後方トップチェッカー丸野勝人で600を切りました。1頭ポツンと置かれてビッグアイソン、赤岡修司、3、4コーナーです。前の争いはリンガスプライム、リンガスプライム、外3番超ハッピー並んでおります。あと2馬身差、マジカルカラーズ、残り400を通過、マリノエトワール、さらにはその外目からスーッと前の方にエイシンアルファ上がってくる直線構成、リンガスプライム川原翔一、リンガスプライム川原翔一、2番手ですが内からグルツイと、内からドリームカトラス、内からドリームカトラス、長森大志やってくる、2番マリノエトワール、矢野孝之、坂を駆け上がって追い込んでくるのは外から5番のハーモニーフェアと山口勲、ハーモニーフェア山口勲、先頭はマリノエトワール矢野孝之ゴリ。シルバーブライドル賞、1着は8番人気大井の矢野孝之騎手、2着は北海道の五十嵐冬樹騎手、3着は7番人気高知の長森太一騎手でした。残ったね、ナイスキューだね。4思ったより伸びられたですね。あんまり外回りすぎたかな。感じとしては良かったんですよね。もうあとワンパッチ欲しかったです。でまあなんとか予選は突破できたかな。はい、次に頑張ります。3だって大丈夫ですか？お前さ、大丈夫ですか？でも僕初めてでした、あのこの SJT で一瞬勝てんじゃねえと思ったの。いや矢野さん外出して伸びてった時どうかなと思ったけど、僕のもなんか直線坂上り切ってからもう一回ハミ取ったんで、いけるかもと思って。でもダメでした。でも1個勝ちたいですね、優勝しなくても。頑張ります。名古屋行ければ頑張ります。まあ、前走も打ち回して勝ってますしね、まあ、そのイメージで辛抱していて、ちょっとさばくのにもうちょっと早く抜けれればよかったんですけど、ちょっとさばくのにも時間かかってしまったり、作戦通りです。うちでじっとして、まあ、馬が走ってくれたのが一番です。4コーナーで手応え抜群だったから、これはいいとこあるなと思って、ちょっと興奮しちゃったから4コーナーもっと我慢できた。全然いいとこなかった、悔しい。でも楽しいですよね。やっぱみんな上手い人ばっかだから危なくないし、すごく2戦ともいい競馬だったし、まあ、個人的にはあんまり良くなかったけど、まあ、楽しめましたんで良かったです、はい、名古屋で行ければ行ければ決に決だと思う。でしょ、4点だもん。4点、4点だから多分決です。初めてね、こういう時もありますよね。初ね、まあね、作戦で今の赤岡所持でもねダメでした。タイトさんが8、10やったらタイトさんが8、10やったら8、10やったら10やったら どんな感じですか？一緒ぐらい。僕7、10、13やから第3位が、マシマ、ごめんなさい、全部出てないです。それだけ気になるんだよな。タイトさんがほんまに8、10やったら僕の方が上7やもん。吉井智彦騎手が大いに気になっていた第1ステージ2戦を終えてのポイントがこちら。上位12名の騎手が第2ステージへの出場権を手にしました。
スーパージョッキーズトライアル2016第2ステージは7月7日木曜日、名古屋競馬場で行われます。